30秒でループエンジン3のヤバさを紹介します。クリエイトボタンをクリックするたびに音楽的に破綻しないようなコード進行のワンループが無限に生成されます。さらに生成されたコード進行から外れないように超簡単にメロディーやアルペジオのフレーズを作ることができます。フレーズのプリセットも充実しているのでコード進行とフレーズの組み合わせで無限に新しい音楽を生み出すことができます。高度な知識がなくても音楽の元となるアイデアを出すのに最強なプラグインです。例えばこんな感じです。皆さんこんにちは、クラントリオンチャンネルバーチャル DTM アノリオンです。いよいよブラックフライデーの足音が聞こえてくる季節。そんな中このチャンネルでも何度も紹介している WA プロダクションから新製品ループエンジン3が発売されました。冒頭でご覧いただいた通り、コードの知識がない、コード理論に疎い、楽器演奏未経験といった方でも音楽的に破綻しないコード進行、そしてそれに合わせたフレーズ、アルペジオ、ベースラインまで誰でも簡単に作れてしまうという神ツールです。こちらが現在新発売を記念したイントロセール中で、通常価格約1万8000円のところ 80% オフ、約3500円で購入していただける特大セール中なんですが、なんとクラントリオン視聴者限定クーポンを使用することで、そこからさらに割引が追加され 84% オフ。この動画をご覧いただいている方は3000円以下で購入していただけちゃいます。このセールのヤバすぎるヤバさが分かった方は今すぐ概要欄からセール会場に直行してください。 DTM 初心者の方にとって曲を作る上で最初に訪れる高いハードル、コード進行の作成、そしてそれに合ったギターやピアノ、シンセなどのフレーズ作りやベースラインの作成を解決できる画期的ツールになっており、この価格ならまず絶対に持っておいて損しない製品です。初代やループエンジン2の時は使い方が難しいのかなと思っていましたが、全くそんなことはなく、なんならかなり手軽に使えて超効果的なプラグインなのでまずおすすめできます。ということで今回はループエンジン3の世界最安値での購入方法と使い方をしっかり解説、そして WA プロダクションのブラックフライデーセールの中でもおすすめ製品を厳選して紹介していきます。概要欄記載の URL をクリックするとこのような画面が表示されます。この時点で WA プロダクションのアカウントをお持ちでない方は、画面右上のサインアップからクリエイトニューアカウントをクリックして作成しておいてください。画面真ん中の Buy Now をクリック後に、画面右上のカートを選択してください。その後 Use クーポンをクリックしてクラントリオン LE を入力すると、イントロセールの 80% オフからさらに割引、視聴者限定 84% オフ、きたー。割引されたのを確認してチェックアウトを選択後、規約に同意にチェックを入れてコンファームオーダーを選択、支払いを完了させましょう。その後ご自身のアカウントを見てみると、きたー。ビューオーダーからループエンジン3がダウンロード可能ですので、こちらからパソコンにインストールしておいてください。 DAW 上でループエンジン3を開くとこのような画面が表示されます。忘れずにやっておきたいのが製品登録です。 WA プロダクションのアカウントページのビュープロダクトキーをクリックして、番号をコピー後に本体のこちらをクリックしてペースト後にオーサライズをクリックするだけで完了です。それではここからはループエンジン3の使い方を説明します。ループエンジン3の最大の長所は、コード進行や音楽理論に詳しくない初心者の方でもクリックしまくるだけで簡単にオリジナリティのある自然なコード進行を組み立てることが可能な点、そしてそれらをソフトに内蔵されている音源ではなく、
ご自身がお持ちのピアノ、ギター、シンセなどあらゆる音源で鳴らすことができるという点です。制作しようと思っている曲に合う音源を使ったり、自分が作曲しやすい音源を最初から使うことで楽曲のイメージが湧きやすいです。設定も非常に簡単で、キューベースの場合はインストルメントトラックとしてループエンジン3を立ち上げた後、ボイスと呼ばれる鳴らしたいフレーズの数だけ同時にインストールしたリスナーをインストルメントトラックとして立ち上げます。このフレーズは最大8個まで鳴らすことができます。立ち上げたリスナー上では対応させたいボイスの番号を選択しておきます。その後ループエンジン3で鳴らしたい音源を立ち上げ、インプットをオールミディインプッツから個別のリスナーループエンジン3およびループエンジン3本体に変更すれば、これだけで準備完了です。こうすることでループエンジン3のボイス1から8に設定したフレーズが対応したリスナーを経由し、音源へとミディ信号を送ることができます。各音源のインプットを同じリスナーに設定することで、同じフレーズを複数の音源から鳴らすことができ、音をレイヤーさせた状態でフレーズを鳴らすことも可能になっています。すげえ。またその他の DAW など詳細なルーティング方法については右下の電球マークをクリックすることで DAW ごとのやり方を動画付きで確認することができます。ループエンジン3には大きく分けてループビュー、コードビュー、ボイスビューの3つの画面があり、1つに編集を加えると他のパラメータにも影響するようにそれぞれが接続されています。まずは最も基本となるループビューから説明します。中央にある大きな円がループ1周分を表しています。色分けされた1色ごとにコードを設定することができ、このコードに従ってさまざまなフレーズを生成していくように作られています。コードの境目にあるプラスボタンをクリックすると、その場所にコードを増やすことができます。マイナスをクリックすれば削除することも可能です。中央のパラメーターではコード進行の基本的な要素を設定できます。キーでは楽曲のキーを指定でき、それぞれのコードはキーに従って移調できたり、中央ではメジャー、マイナーを変更することもできるので、このコード進行いいけど自分の作りたい曲のキーと合わないなんて時もすぐに変更することができます。スピードではコードチェンジの速さを変更、オクターブではコードを鳴らすオクターブを上下に動かします。ループエンジン3最大の特徴ともいえるのがクリエイトボタンで、このボタンをクリックするたびに新しいコード進行がランダムに生成されます。この時作られるコードは闇雲なものではなく、音楽的に心地よい進行になるように設計されていますので、制作する楽曲のコードがいつも同じでマンネリ化している方も使えますし、自分では思いつかないようなものを提案してくれるのはでかいですよね。クリエイトボタンでランダムにせず固定したいコードがある場合には、各セクション外側の丸をクリックして赤色に変更することで、そのコードがロックされて変化しなくなります。このようにコード進行に詳しくない初心者の方でも、クリエイトボタンをクリックしまくるだけで簡単にオリジナリティのある自然なコード進行を組み立てることが可能になるわけです。他にも画面中央部にあるコードプリセットを選択すると、
購入したその日からすぐに使えるプリセットが多数収録されています。もちろんこれをそのまま使うこともできますし、プリセットを選択してから好きなコードをいくつか固定し、クリエイトボタンをクリックしてランダム生成するのもおすすめです。コード進行作りの出発地点として使用することができます。クリエイトボタンで生成されるコード進行は基本的に3和音のシンプルなものになります。より複雑なコードを作りたい、ランダムではなく思い通りのコードを当てはめたいという場合には、コードビューで自分好みにコードをカスタマイズすることができます。上部のコードビューの文字をクリックするか、各セクションの内側の丸をクリックすることでコードビューに移動します。中央に並んでいる丸をクリックすることでコードを切り替えることができます。このコードはトニック、サブドミナント、ドミナントの役割ごとに3列に並んでいます。選択したコードはその下に表示されます。また初期ではシンプルモードが選択されていますが、アドバンストモードをオンにすることでより複雑なコードにすることが可能です。左側のタイプではパワーコード、サス2、サス4など、右側のテンションではセブンス、ナインス、シックスなどのテンションノートを足すことができるわけですね。楽器が弾けない方やコードの知識が少ない方だと、サス系コードやテンションがどの鍵盤を押さえればいいかわからないですし、試すこと自体面倒なんですが、それをすぐに気軽にできるのはめちゃくちゃ使えます。オクターブではコードを鳴らすオクターブを上下に移動。レンジでは幅広い鍵盤を使ったオープンボイシングを採用することができ、インバージョンではコードの構成音を入れ替えて様々なボイシングを試すことができます。ボイシングを変えるだけでもコードの響きは変わりますから、ぜひいろいろ試してみてください。ベロシティでは音源を鳴らすためのミディ信号のベロシティを変更できます。このようにコードの知識がない方にとって超心強いプラグインになっていますし、少しコードの知識があればより有効的に使える画期的な製品だと思います。コード進行についてより深く知りたい方は過去動画で紹介していますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。続いてボイスビューを紹介します。これは実際に音源を鳴らすためのミディフレーズを作成する画面で、なんとループビューやコードビューで作成したコード進行に沿ってメロディーやアルペジオまでを簡単に作成することができちゃうんです。やばすぎませんか。各コード上のセグメントをクリックして光らせることで、光った部分で音を鳴らすことができるようになります。このセグメントは必ずその時のコードトーンに沿った音を演奏するように設計されており、どんなにランダムにクリックしても音楽として絶対に破綻しないようなフレーズを組むことができます。またボイスにはプリセットも搭載されており、中央のボイスプリセットから非常に多くのフレーズを選ぶことができます。同じプリセットを使用した場合でもコードが変わればそれに従ってフレーズは変化しますから、まさに無限の組み合わせからフレーズを作り出すことが可能になっています。すごすぎる、神すぎる。ノーツモードからコーズモードに切り替えると、シンプルに和音のみを演奏するモードになります。オクターブではフレーズ全体を鳴らすオクターブを上下に変更。パーティションズでは一つのコードの中をいくつに区切ってフレーズを鳴らすかを変更でき、このパラメーターによってフレーズの細かさが決まります。オグジュアリーノートをオンにすると、光っているセグメントによって演奏されるフレーズに追加して、さらに細かいフレーズが演奏されます。この追加フレーズは AI によって自動的に自然なパターンが追加されるため、より予測できないフレーズを生成することが可能です。そしてもちろんフレーズを生成した後はドラッグトゥエクスポートをクリックして、そのままDAW上にドラッグすることで
MIDI データとして利用することも可能です。ループエンジン3から直接音源を鳴らしてもいいですし、 MIDI パターンとして出力して後から自分で好きなように編集することも可能なわけですから、全てをループエンジン3に作ってもらうのではなく、アイデアの取っかかりとして使えるわけですね。画面下部にある1から8のボイシスでは、同時に再生するフレーズを最大8種類まで作成可能です。ベース、コードバッキング、メロディ、アルペジオなどといった形でループエンジン3を1台立ち上げれば、もうこれだけで楽曲全体のフレーズを一気に生成することができます。ここまでで最低限ループエンジン3を使用するために必要な説明をしてきました。 DTM や作曲を始めたばかりの方にとって、コード進行、メロディ、ベースラインなど全ての楽曲構成をゼロから考えるのはとてつもない時間とアイデアが必要だと思います。むしろ時間をかけて思いつけばまだいいですが、それらを考えている段階で力尽きて結局一曲完成させることができず何も進まないといったこともあると思うので、ぜひループエンジン3の力を有効活用してほしいです。最初のうちはループエンジン3の提案してくれたコードやフレーズをそのまま使うのもありですし、もちろん気になる部分はご自身で編集して自分のオリジナリティを出すことも可能です。特に DTM 初心者の方の中には、こういった作曲支援ツールが提案した構成やメロディ、ベースラインをそのまま使うことを懸念したりする人もいそうですが、そんなことを心配する前に、こういった作曲支援ツールを有効活用して曲を完成させることでしか得られない経験、スキルを身につけることの方が大事だと思います。コードもメロディもベースラインも何もかも全てゼロから自分で考えないと嫌だという DTM 初心者の方にありがちなプライドは今すぐ捨てましょう。どんな形にせよ曲を作ることが成長につながっていきますので、ぜひループエンジン3をうまく使ってたくさん曲を作ってください。今回紹介した内容以外にもループエンジン3にはバリエーション豊かなフレーズを生成するための機能が山ほど搭載されています。ぜひ皆さんも実際にループエンジン3を触ってみて、その実力を体感してみてください。それではここからはその他の WA プロダクションのブラックフライデーセールの中からおすすめのものをピックアップして紹介します。まず一つ目はトライボックスです。こちらは通常価格約6000円のところ 70% オフ、約2000円で購入していただけます。音楽理論に詳しくない方でも簡単に3度上、5度上などのハモリの生成が可能、オクターブ上下の追加や音作りもすることができます。もちろん自分が作っている楽曲のキーを指定して響きが不自然にならないように設定でき、ボーカルだけではなくあらゆる楽器で使用できます。持っておくとアイデアの幅が広がるので、1000円台で購入できるこの機会をお見逃しなく。詳しい使い方は過去動画で解説していますので、ぜひそちらを合わせてご覧ください。次に紹介するのはインスタコード2です。こちらは通常価格約4万5000円のところ 87% オフ、約6000円で購入していただけます。今回紹介したループエンジン3とはまた違ったアプローチの仕方で、お持ちのMIDIキーボードやマウスを使い直感的にコード進行やフレーズの作成が可能なツールです。ループエンジン3と比べると多少金額が上がりますが、さまざまなジャンルに対応するコード進行を収録したプリセットパックもついてこの値段ですので、アイデアの引き出しとして両方持っておいても損はありません。詳しい使い方は過去動画で解説していますので、ぜひそちらを合わせてご覧ください。そして3つ目はインスタコンポーザー2です。こちらは通常価格約3万円のところ 78% オフ、約7000円で購入していただけます。過去にインスタコード2とどちらがいいですかという質問をよくいただきましたが、名前は似ていても内容は全く違う製品となっていて、インスタコンポーザー2ではコード進行、フレーズ、ベースラインなど楽曲の構成を作ってくれるプラグインとなっています。ループエンジン3、インスタコード2と合わせて持っておくことでよりアイデアの引き出しが増えると思いますし、何より一番大きいメリットとして、自分では思いつくことができない発想を得ることができ、そこからインスピレーションが湧いて曲作りが進むなんてこともよくあります。どんなにすごい作曲家やトラックメーカーでも一人で作業している限り自分の中でしかアイデアは出てきません。もちろん長年培った経験があれば豊富なアイデアを使って楽曲を作ることができますが、 DTM 初心者の方だとそうはいきませんよね。これらの製品を持っておくことによって、経験の少ない DTM 初心者の方のアイデアやスキルをブーストして、
こんなアルペジオもありかも、こういうフレーズいいな、ここを少し自分で編集して使ってみようと、自分一人では進められなかった楽曲作りの壁を一緒に壊すことができると思いますので、なかなか曲が作れないという方はぜひ購入して DTM を楽しめる環境を作ってみてください。インスタコンポーザー2も詳しい使い方は過去動画で解説していますので、ぜひそちらを合わせてご覧ください。また WA プロダクションのコスパ最強シンセバビロン 2.1 もセール中です。こちらは通常価格約1万5000円のところ 85% オフ、約2000円で購入していただけます。豊富な機能と直感的なインターフェースを兼ね備え、数多くの新機能が追加されつつ、シンプルな作り、そして何よりこの導入しやすい値段で初心者の方におすすめのウェーブテーブルシンセとなっていて、この金額なら買っておいてまず損なしの製品です。過去動画で詳しく紹介していますので、ぜひそちらを合わせてご覧ください。最後に紹介するのは WA プロダクションのサンプルパックです。さまざまなボーカルのフレーズが収録されたサンプルパック10個セット、合計2000ほどの素材を収録したボーカルバンドル 10-4-10 Vol.2、 こちらは通常価格約3万2000円のところ 96% オフ、約1500円。ダブステップ、ハードスタイル、グリッチホップをはじめ、ハードな楽曲で使えるメロディーライン、ドラム素材、プリセットを収録したサンプルパックが9個セットになった2024スケアリーハロウィンバンドル、こちらも通常価格約3万4000円のところ 96% オフ、約1400円。そしてあらゆるダンスミュージックに使用できるドラムサウンド、シンセのプリセット、メロディーフレーズやベースラインを収録したベストオブトライバル EDM サウンズ、こちらも通常価格約4万円のところ 93% オフ、約3000円となっています。当然どのサンプルパックもそのジャンルでしか使えないということはないですし、音の選択肢が増えるということはそれだけ作曲の際の武器も増えますので、この価格なら持っておいて損になることはありません。むしろ音選びがめちゃくちゃ楽しくなりますので、かなりおすすめです。 WA プロダクションは DTM、 作曲をする際に特に初心者の方にとって分かりやすく効果を発揮する製品が非常に多く、その上ブラックフライデーセールのこの価格帯ならめちゃくちゃお得ですので、視聴者限定クーポンが使えるループエンジン3と合わせてこの機会にぜひゲットして DTM を楽しんでください。このチャンネルではこれから DTM を始めようと思っている方や興味のある方、 DTM を始めたばかりの作曲初心者の方に向けた情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録をしていろいろな動画を見てみてください。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。